面倒見が良すぎるエアグルーヴとグルネー予備のブラメンテに対するみんなの反応。苦労人ポジが板についた人。困ってる時のグルネー、好き。ギャルを信じてやってください。ギャルっぽいね。改めて見ると勝負服度スケベすぎる。元から割と苦労人だった気がする。まあ、うん、そもそも公式の描写では基本真面目なまともキャラだし。かわいそう。何その谷間。こんなに胸出てましたっけ？かわいいね、グルーヴ。綿鈴鹿さんだけが癒しなのよね。ダントツで悩みの種じゃねえか。失敬な、同じぐらい服着たる、ついでに待機も悩みの種だぞ。待てよ、ゴールドシップの機構にも苦労してるんだぜ。学級委員長が助立ちに参りましたよ。休んでくれない会長とサボる副会長と地元からの贈り物で部屋埋める同室となんか圧がひどい同室の姉とウィンディちゃんもいるぞ。もしかしてエアグルーヴの悩みの種多すぎなのでは？秘宝やっぱりたわけだった。2期の範囲でもミニライブ嵐が出たりしてるし、止めようとしたら会長がなんか言い出したし。エアグルーヴ先輩大変そう。こういう時こそ風水で先輩の力にならないとだね。馬娘化してないけど、さらにルーラーシップの世話もすることになりそうなの本当をいたわしい。大体会長の相手にも苦労してるだろうし。グルネイも苦労してるんだな。普通に敬語なんだとは思った。ブリュスクマンの時はメディアにタメ口だったしさ。まあしっかり使い分けできる人だからな。契約条件に生徒会活動の継続を入れてるのも納得する。生来の世話焼きなんだな。日常生活の世話さえすれば仕事は十二分にこなしたわけってすごい有用物件なのでは？でもいざ誰も苦労かけなくなると絶不調になるよねこの人。むしろ部屋掃除という発散の機会もあるからやっぱりたわけって本当偉大だった。エアグルーヴがグルネイならアドマイアグルーヴは一体。グルちゃん。たわけって言え。いろいろ対応で疲れて無意識にたわけに寄りかかって寝てそうなシーンが見える。こんな谷間出てるデザインだっけ？ってアプリ見たら出ててびっくりした。アニメがことさら固めキャラで描写されてるから違和感がすごい。絶対にルーラーシップの華麗なスタートを見て頭抱えてる。もしもエアグルーヴのママとか許可が取れたらどうなるんだろうな。ピルサドスキー不可避。グルネーいいよね。ブラメンテもそうだそうだと言っています。こんなエアグルーヴ初めて見た。たわけってもしかして可愛い。グルネー予備が今回一番の収穫であった。ベロちゃんな感じ出てたな。焦ったりフォローしたり前の話では聞いたことのないダミ声出したりとアプリではなかなか見られない可愛い一面が多く見られて満足している。そりゃ孫には甘々にはなるよね。こういう時にカメラの前でも構わずブラを叱りつけてちゃんとしろっていうタイプだと思ってたから割と真楽で驚いた。ブラにだいぶ甘いんだな。孫だから甘いのかな？たわけシップ相手だといつもの調子なんだろうか。たわけタイプのあれではないとはいえ他の娘だったら叱ってるよね。叱るまでいかなくてもいさめるべきところ。サンクが実装されるたびに振り回されるのが目に見えるようだ。ブラちゃんはいいとしてなんで君まで勝負服着てるんだ。実質コーチならスーツかジャージかだろ。だとしたらまだジャージ上着継続できてるやつがいてまだおそらく上半身裸のトレーナーがいるのが。日本語増えてのブリュスクマンよりインタビューダメだこれ。アニメのエアグルーヴ今でもちょっと目隠れデザインなの好き。こんな片目隠れだっけ。目隠れにすることで少しでも作画の省力化に貢献する女。時々前髪目にかかって目隠れになるなって思ってたけど原案だとがっつりかかってるんだな。俺が2年ホームに置いてる女だ、いい女だろ。孫だからって甘やかしすぎメンテ。子供には甘いんだろうなと思ってたがやはり。こんな谷間さらしてたっけ？原案見てみろもっとさらしてる。V 字谷間も大概なのに U の字で北半球がっつりとは恐れ入った。原作なんか全裸だぞ。ブリュクスマンちゃんはどうなったんです？ベロちゃんだのグルネーだのどんどん愉快になっていく。ベロちゃんはあくまで育成牧場のあだ名で旧車ジャグルだもんね。
レースへの姿勢が甘い奴へは当たりが強いけど全力で臨んでる極端にコミュ力不足な奴には優しくしてやろうってなるのはそこまで変ではないとは思う。不甲斐ないとかより心配や応援が出てくるんだと思う。生徒会以外でもこうやってダメな子の面倒を見てくれるグルネイは優しいな。アニメでこんなに女帝にセリフがあるなんて夢みたいだ。一期の頃は鈴鹿さんとの絡みがあったから割と出番あったよね。アプリでも鈴鹿さん絡むと割と出てくるよねグルネイ。なんか思ったよりも鈴鹿さんへ強火な感情抱いてない？サイレンス鈴鹿とエアグルーヴの子供見たかった。っていう異世界の願いがウマソウルに宿った。ブラメンテさんのおばあ様はこんなに出番があるのに主人公たる北さんブラックさんの祖父の出番がありませんね。ささやきおかみよろしくささやき女帝でもするのかと思ったらがっつり補佐してた。こんなにアイシャドウきつかったっけ？会見用メイク。というかお母様選手を指導されてたんだ知らなかった。ネオユニバースの育成で触れられてるよ。美人ででかくて面倒見がよく可愛いあだ名が多い。女帝なんて言われつつも結構面倒見がいいタイプなのがいい。初期組のキャラ付けの深みを味わえる女帝。アニメでこの場面見てて話よりもでっけえってなった。こんなたわわな美人放送したら青少年のなんやかんやが危ないのでは？グルネイはみんなに優しいでルーラー。ルーラーだけには厳しそう。アプリでも目隠れしろ。会長のギャグ、ブライアンの世話、ブラ、ニュー。グルネイに薬買ってきてあげるメンテネー。でも他の産駒や血筋を考えるとあなたが因子を持ってるとしか思えないんですよ。これにまだアドマイアグルーヴにルーラーシップもいるんだろ。ルーラーシップはともかくアドグルさんもあれだったの。エア感は本質的に突っ込み。アプリのウマ娘ストーリーでもまあ契約させるまで苦労するんだろうなってのはわかる。両妻賢母の素質二重丸。グルネイが甘やかしすぎてる気もちょっとだけしたぞあのコミュ障感は。グルネイがやってくれるしこれでいいか。ダメ人間製造機かこいつ。この上ない解釈一致じゃねえか。ギフテッドのお世話係にちょうどいい。なんでアニメは目隠れなのグルネイ。原案からして目隠れよりなので。血縁にはまだアドマイアグルーヴとルーラーシップと奇跡がいます。今後も一族をどうぞよろしくお願いします。あんな困り笑顔の女帝初めて見た。女帝の一族が増えるたび気苦労も増えていく。そういえばウィンディちゃんに自慢の花壇荒らされてたな大変だわ。本人はそんなことないのに子供にその因子が出るって母親か父親からの遺伝なのでは？賢さで抑えていた説とか色々言われてるみたいだな。ブラは孫だから甘いけど息子娘はおかん対応だろ多分。ブラメンテが想像以上に親しそうな感じだった。てっきり敬語で慕ってきそうな後輩枠かと。グルネイよりはちょっと可愛いと思いました。なんかこう、いろいろ変な子の面倒見る羽目になるね女帝。幼少の頃から口下手で誤解されやすくて何かと女帝がフォローしてたみたいなエピソードがあったのかもしれない。とりあえず早々にアニメ組の掘り下げイベントはやってほしい。伊達にたわけと呼ばれる血族ではない。ゴルシに加えてオルフェドリジャに慕われるマックイーンとどっちが楽かな。王族からのラブコールもあるぞ。ゲームでルーラーシップの代理荒らされるのはいくらなんでも尊厳破壊が過ぎると思いました。ゴルシちゃんモードがあったけど当時あれを女帝で開始してバカ息子再現して遊んでるのも見かけてダメだった。原作のブラって気象関係で逸話とかあったの？デビュー間もなくはかかり癖が弱点とされてた。あのパドックでパッカパッカ歩くときは緊張してる以外にやる気で興奮してるときもするようで厩務員や調教師は警戒してた。母としても超優秀だからおかん属性なのだろうか。子供はまだなのに孫がやってきたんだったか、子供の顔も見たいわ。アプリ個別ストーリー初期の女帝は正直ブラと似たようなこと言い出しそう。エアグルーヴの母親が指導とか一族とか言ってたしマジでたわけ娘とたわけ息子来る？たわけシップはフラッシュの同期でアドマイアグルーヴはネオユニの同期か。フェラーリもアドマイアも来れるはずだし一大勢力築ける。たわけシップ来たら今回みたいな世話役よりも叱り飛ばしてそうだな。ちょっと暗いトレーナーをたわけ呼ばわりしても許すよ。
ダイナカールもポヤン系なのかもしれない。女帝も孫にはあまあま。そっけない感じでもグルネー呼ばれてるのなんかいいね。グル姉の前だとエアプメンテみたいなことしてそう。会長にもグルネーって呼ばれるところが見たい。多分子供には甘いんだろうなと思ってたがやはりそうだった。別の媒体で見るとやっぱり濃いな。グルネー、テレビ出演緊張しちゃって変なこと言っちゃったブラ。アニメ時空だとお花さんもダイナ、母上経由でグルネー呼び把握してそう。女帝がこんなにアニメでいっぱい喋ってくれて嬉しいよ。なんでだろブラには優しい過保護だけどルーラーシップには厳しくなってるイメージしかない。グルネー代わりにレース走ってほしいでルーラー、お礼にゲートナンあげるでルーラー。こういうたわけた息子には厳しく接しないといけないことを知ってる要塞剣母の鏡。会長のフォローしたり孫の介護したり頑張ってるなグルネー。めちゃくちゃフォローしてる女帝がおもろかった。エアグルーヴが道を歩くと馬娘が続々寄ってくるらしいな。偶然の出会いと演出するためチャンスを伺うアイルランドのやんごとなきお方がいるらしい。生放送で谷間を見せるな。女帝もああいう時ストイックかつ大言壮語を吐くイメージだったから穏便にフォローしてるの意外だった。女帝はもっと言い方と TPO をわきまえる。相変わらず気苦労が絶えずに苦労してんな、って思った。めちゃめちゃ世話焼いてお母さんかよ、おばあちゃんだったわ。いつもブラと遊んでくれてありがとうとお菓子くれそう。女帝と結婚したらブラメンテにタワニーって呼ばれるのかな。こんだけ苦労してるなら鈴鹿とか水着で浜辺でくつろいでるのはさぞ安らいだろうなと思った。周りに興味がなさすぎるけどよくグルネーには懐いたな。急速なエアグルーヴ汚染がトレセン学園内で進んでいる問題。トレセン学園の負荷がグルネーに集中しすぎてない？負荷がすごくてお腹痛くなりそう。副会長は副会長というわけだね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。